レーモン・アロン・レーモン・クロード・フェルディナン・アロンは、フランスの社会学者、哲学者、政治学者、ジャーナリスト、裕福なユダヤ人一家の息子として、パリに生まれる。1924年高等師範学校を入学。ここで、生涯の友人であり、ライバルとなる、ジャンポール・サルトルに出会う。1930年から1933年、ドイツ留学。ケルン大学。 ベルリン大学で学ぶが、この時、ナチスの台頭を目の当たりにすることになる。第二次世界大戦勃発後は、フランス空軍に参加するも、フランス敗北後はイギリスへ渡り、自由フランス軍の機関紙の編集に携わる。戦後はフランスに戻り、フランス国立行政学院とパリ政治学院、高等研究実習院で教鞭を取った。1955年以降は、ソルボンヌ大学、 1977年からはコレージュ、ドフランスで教授を務めた。また、1947年から1977年まで、新聞、フィガロの論説委員を務め、1977年から亡くなる1983年までは、報道週刊誌エクスプレスで筆を振るった。国際政治や戦争論に関する卓越した議論を展開した、ことでも有名である。 アメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員、エラスムス賞受賞。フランスの学生運動の活動家たちの間では、アロンと共に、正しいよりも、サルトルと共に間違った方がいいと言われていたことがある。ドイツ留学中に、現象学に出会い、サルトルに、現象学を伝えたことでも知られている。ありがとうございます。